大丈夫思います思いますもう面白すぎて止められない笑かしてくんこれさえ買っておけば間違いないっていう商品を僕が、奥さんが、選んでますんで、ぜひ最後まで見ていってください。お願いします。そして皆さん、チャンネル登録だけ。お願いします。お願いします。チャンネル登録だけ。お願いします。お願いします。お願いします。熊本県民の方でもし他にね、おすすめの商品があれば、ぜひコメント欄で、教えてください。お願いします。正直、熊本でお土産を買うってなれば、もう正直、何回正直言うねん。もう耐えられへん。熊本駅。と、熊本空港。あと、熊本城ですね。まあ、この3つなんですけど、今回は僕は、熊本駅の、うまかも市場っていうところで、購入させていただきました。それでは、まずは、熊本移住1年目の僕が、商品を3つお伝えしていきたいと思います。で、僕は、ま、正直、関西出身なんで、その、熊本は、関西出身の県外ですね。そのイメージですね、熊本のイメージ。あ、熊本といえばこれっていう商品を選びましたんで、見ていただければと思います。はい。まず、熊本といえば、ラーメンということで、こちら、黒定ラーメンを選ばさせていただきました。そして、熊本といえば、まず、豚骨ラーメンなんですけど、まあ、豚骨でもね、いろいろ商品っていうのはあるんですけど、まあ、なんでこの黒定ラーメンを選んだかっていうと、最近、ヒカキンさんが、ダーツの旅でラーメンで、黒定ラーメンにね、食べに行ってたので、まあ、その話題性もあって、このラーメン、お土産で買っていくといいんじゃないかなと思ったんで、この商品を選ばさせていただきました。二つ目はもうこちら、もう、熊本といえばもう正直関西、もう全国の方、まあ今ね、この前にも映ってるんですけど、このくまモンがね、正直一番有名かなと思います。そして、こちらですね。くまモンのクッキーを選びました。もうこれはね、もう、ハズレじゃないかなと。もうこれはね、熊本といえばもうこの、ぬいぐるみもあれば、クッキーもあれば、もう、服もありますんでね、よかったらこちら、選んでいただければなと思います。で、このくまモンなんですけど、正直ね、熊本どこ行っても、くまモン、います。まあ、ぬいぐるみもそうなんですけども、壁とかにもね、変えてたり、商品とこういうコラボしてたりとか、またね、銅像じゃなくて、各地方に行ったら、ご当地くまモンがね、いるんで、それもね、一緒に回った時撮影していただければいいんじゃないかなと思います。くまモンってね、著作権ないん。そうそうそう。いや、県かなんかで、めっちゃピッピなんか申請したら、どこでも使える。そう。だからお店で使おうと思っても使える。そうなんですよ。もう、くまモンは、もう誰でも使っていいです。なんで、誰もが知ってるくまモンです。三つ目、いきます。もう、この三つ目はもう、全世界、もう日本飛び越えます。誰もが知ってる、アニメの作者が、実は熊本出身なんですよね、これが。はい。もう皆さん言わなくても分かってるとは思うんですけど。そう。はい。何のアニメかっていうと、こちら。ワンピースですね。はい。ワンピースの作者、尾田栄一郎さんが、熊本出身なんで、こちらのクッキーを選ばせていただきました。はい。で、またこちらね、熊本でしか手に入れない、ご当地限定、ワンピースフィギュアが、ございますんで、よかったらこちらもね、購入していただければと思います。これって今売ってるんかな、全部。売ってます。売ってるんだ。ただ、品切れになってる場合もございますんで、事前に確認していただければなと思います。で、これね、同じ場所には全部売ってないんですよ。各場所に銅像があるんですけど、そこの近くの最寄りの販売店にそのフィギュアも売ってますんでね、これ1日全部回るとね、もうこれそれだけで終わっちゃうんですけど、各場所にフィギュアが存在しておりますので、よかったら、写真も撮ってね、このフィギュアも買っていただければ、またこれ、熊本震災の義援金にも繋がりますんで、よかったらご購入の方よろしくお願いします。震災関西ってイントネーションがすごい。フィギュアたちは、みんな頭がでかいです。これがさっき購入したフィギュアのフィギュアですね。フィギュアのフィギュアの箱の中身ですね。はい、こんな感じですね。何これこんな感じですね。では続いて熊本出身の奥さんからはぁって何3つですね、紹介していただきたいと思います。これから行こうか、それでは移住3つ、それでは私から3つ紹介したいと思います。まず1つ目、はい、じゃじゃんじゃじゃん、こちらからしれんこんです。からしれんこんはもう皆さんご存知だと思います。いや、知らなかったですね。え、
からしれんこん、はい、結構ね、馬刺しに次ぐぐらい有名。あ、そうなんですね。私もあんま知らなかったんですけど、ちょっとね、裏を見たらね、書いてて、からしれんこんは肥後のお殿様のために考案された健康食、上等品なわけですよ。あ、なるほど。ただね、これね、美味しいし手間かかってるからね、いいんだけど、日持ちがね、しないから、買ってだいたい2週間以内には賞味期限切れちゃう、で早めに渡せる人だったらいいかなって思います。あとは量食べれる、まあ、要冷蔵です。これはこれはちなみにお家とかでも食べる感じの郷土料理なんですか？からしれんこんはね、家では食べないかな。あ、家では食べない。逆にどういう時に出てくるの？熊本出身の人が県外の人を居酒屋に連れてた時に食べさせるみたいな。馬刺しは食べる。食べる。あ、なるほど。お刺身売り場の隣に置いてるみたいな。なるほど。それで結構食べる機会多かったけど、からしれんこんはもう小さい時はほとんど食べてないの。あ、酒のあてて、大人になってから食べる方が多いかもしれない。僕も最近居酒屋とかで食べましたけど、ほのかに来る感じでね、ほんといい塩梅の食べ物となっております。生粋の熊本県民ではない。ではないらしいです。はい、血は熊本は。以上。はい、続いて。じゃじゃん。じゃじゃん。もうこれもみんな絶対知ってるよ。これは知ってる。絶対知ってる。熊本のお菓子とは知らんかったけど、お土産でもらってきたで食べたことある。こちら黒糖ドーナツ棒ですね。まあ揚げお菓子です。これドーナツなんで。ただ、調べたところによると、これは沖縄の黒糖 100% 使ってるところです。沖縄に頼ってました、実は。いや、ただまあ、会社は熊本で、熊本で作ってます。熊本の会社が黒糖どれがいいかなってなって、沖縄のを選んで、砂糖がいいってなったっていう。まあ、制作して出してるっていう商品。定番中の定番。これはもう、ちっちゃい時からみんな、もう絶対熊本県民だったら食べてるっていう。商品だと思います、これは意外と日持ちします、これ3ヶ月ぐらい持ちます、3つ目じゃじゃんじゃじゃん。いや、これも絶対知ってる。もう熊本県民で知らない人いない、絶対。なるほど。っていうぐらい有名だと思います。あ、ここのお菓子が有名みたいな。お菓子の購買っていうか、その神代湖、武者返しっていうのが結構有名ですね。大体まあ神代湖がナンバーワン、二大巨頭みたいな。まあこれはその2つが入ってる詰め合わせ。あ、なるほど。肥後の旅っていうやつです。なるほど。いいとこ取りの。そう、いいとこ取りの4つずつ入ってるみたいな。またいい、食べ方があるとか。食べ方あります、ね、あるみたいですね。はい、その辺はまた開封動画でバッチリやっていきます、ね、これはまあ熊本銘菓なんで、のしとかつけて。なるほど。県外の人とかなんか目上の人にこう渡すっていうのにも使えると思います。なるほど。これもね、ちょっと日持ちしない。なるほど、ね、早めにお渡しできる人だったらいいと思います。しっかり賞味期限の方は、確認していただければ。そうですね。プチ情報。プチ情報出ました。違う、間違えた。プチ情報じゃない。全然プチじゃないんだけど、情報でもない。そもそも、あ、なんていうかな、別に YouTube 見てる人は彼氏はマジでどうでもいい、マジでどうでもいいだし、こといい言ってもいいよ、全然。私ここの、お菓子の購買ってあるんだけど、作ってるのが西原村っていうところがある。あ、なるほど。そこのこれを作ってる工場の保育園で私育ちました。なるほど。このお菓子に育ててもらったと言っても過言ではない。もう過言ではない。だからもうこれがもう絶対、私はもう宣伝したい。宣伝したい。なるほど。ぜひこれを買ってください、皆さん。これを買うと喜びます。私が喜ぶ、はい、美味しいです、これは、はい、うちセリフ内でも完璧や、かわいい。完璧や。マー君より詰まってないやん。うち YouTube に向いとるかもしらん。くまもん、くまもん。続いてはね、こちらのクッキーをね、開けて食べていってレビューしていきたいと思います。これはね、僕選んだんですけど、2、4、6、7枚かな、8枚。どこ行った1枚。え、食べた。いいよ、8枚あります。8枚。はい、8枚あるんですけど、これね、柄が可愛い。見てください、皆さん。一個一個違うんだ。はい、加藤清正になってます、くまモンが。はい、熊本に来てありがとうってお辞儀してます。で、これ熊本に来たらワクワクするよっていうくまモンですね。すごい解釈がね。あ、一緒や。3種類ですね、こんな感じの、3種類のくまモンが入ってました。じゃあ食べていきましょうか。うち気温も下がり。じゃあ俺はワクワククマモンでいこうかな。勝手に名前つけるの。すごい、なんかこれ見て挟んであるの。そう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 。
ショコラサンドクッキーですからね、はい、こんな感じでショコラを挟んでおります。うわ、ユーチューバーっぽい。この柄が入ってんのかなって一瞬思ったけど、横にもいますけど、この製品は熊本県内だけで販売されています。皆さん、熊本だけで販売されています。いただきます、はい、意外としっとり美味しい。美味しいです。これは中のね、食がね、ザクザク、まあ、ちょっと大きめなクッキーなんじゃないでしょうか、うん、はい、うん、小包装にしてあるからさ、お土産で一個一個渡してもいいかもね。確かに、うん、もう3種類ある、3枚でみたいなね。皆さん、この箱に書いてたんですけど、ちょっと僕も気になってはいたんですけど、この形的に、うん、割って食べてくださいって、なんていう、こういうお菓子ってあるやん、こうチチチチで割って、うん、あるね、こんな感じで割って楽しんで食べれるクッキーともなっております。でここにくまモンのね、生年月日とか書いてますね。生まれたところ熊本県、誕生日3月12日。なんでこれ3月12日かっていうと、九州新幹線の全線開業の日だそうです。性格はね、やんちゃで好奇心がいっぱい。で性別はオスじゃなくて、男の子みたいですね、はい、だから1人2人って数えるんですかね、熊本はね。どういうこと今の最後の何、男の子も他の人も1人2人って数えるよね。いや、引きとかね、熊本。ああ、そういうことね。なんか一クマモン。動物じゃないよってことだね。一クマモンかな、外れる人いたらしい。はい、続いてワンピース、小田栄一郎さんのワンピースクッキー開けていきたいと思います。これクッキーなんだ。クッキー。クッキーに全部できたな。焼きまんじゅう。そうだね。はい、それでは続いてこちらワンピース熊本の。はい、こちら、熊本出身のね、小田栄一郎さんが描いてるワンピースのアニメの、こちらが焼きまんじゅうとなっております。で8個入っておりまして、栗あんと桜あんの4つずつの計8個ですね、はい、でもずっと私もこれのことクッキーやと思った。ああ、そうだ、ね、だってほら、なんか薄いじゃん。あ、確かに厚さがね。開けます。それ逆の方じゃない、あなたが開けた方じゃない。あ、この製品は熊本県内で製造されてます、はい、わざと書かないといけないんじゃないですか。あ、違うかな、みたいですよ。わあ、かわいい。かわいいですね、とても。見てください、こんな感じで、こんな感じですね。中に入れるのですか。こちらが桜あんで、こちら栗あんですね、はい、こちらの商品も熊本の震災の寄付につながってあります。はい、それでは、食べていきたいと思います。どっち食べる、こっちが桜あんと栗あん、どっちでもいいか。じゃあ桜あんで、はい、なんでかっていうとルビーだから。なるほどね、僕もルフィ。いや、それクマモンついてる。え、何クマモンついてる。ほんまや、これは単独、単独プレイしてる。もったいないの、なんか可愛いかな、うん、割ってみるわ。はい、わぁ、めっちゃピンク色。めっちゃピンクですね。ピンク、綺麗なピンク。はい、まぁ、あ、こんな感じの可愛いあんです。あんじゃないの、あんだよ、あんです。美味しい。半分こしていい。あ、ほんまに割るとこんな感じですね。うん、おいしい、おいしい、おいしい。桜餅食べてみた。うん、栗の味がしてて、おいしい。うん、おいしいよ。おいしい。上手上手。お、うまい、桜ね、おいしい、うん、栗もおいしい。うん、おいしいです。皆さんぜひ購入お願いします。プリプリ、うん、めちゃめちゃプリ。ではでは、はい、それでからしれんこんを食べてみましょう。食べてみましょう。ご用意するのはこちら。じゃじゃん。どんな感じで入ってる。こんな感じ。わあ、これ周りは何なの。ん、周り、このなんか覆われてる。あ、これ揚げてるんだよ。からしれんこんはね、れんこん
の、あの穴の中にからしが入ってそれを揚げてるんですかね。そうですね、はい、これね、冷蔵のからしをそのまま輪切りにして食べるのも結構ですが、はい、醤油等をつけてお召し上がりになれるがなお一層美味しくいただけます。なるほど。温められる場合はレンジで10秒から20秒加熱してください。あ、それだけでいいですね。なるほど。まあ、温めて食べるのもよし、はい、そのままね、冷蔵庫から出して食べるのもよしということ。わかりました。醤油をつけてもよしということですね、はい、では、結構頑丈になってる。結構ね、僕、熊本の祭りとか出店とか見てたらね、こうレンコンスティック、うん、からしレンコンからしレンコンスティックっていうね、出てるんですよ、屋台で。これ本当熊本だけなんじゃない結構ね、揚げられてるからね、外側は油っぽい感じ。はいはいはい、じゃあちょっと一回見せた方がいいんじゃない？ちょっとぬるっとするこんな感じですね。結構でかいね。結構でかいですね。次、あ、いいですね。あ、結構太めに、しっかりぎっしりですね。では、いただきます。いただきます。うん、うまい。結構辛いんかなと思わせながら、このなんかちょっと衣で緩和されるような感じですね。はい、辛いんけど、辛みスープはね、きます。美味しいですね。美味しい。ちょっと酒のあてにいいかもしれないですね。はい、来た。なんかめちゃくちゃ辛いだけだね。うん、ほんまちょうどいい振るなっていう。個人的にはこれね、醤油とかかけるじゃん、うん、マヨネーズ、うーん、かけたら結構好きかも、私は。やっぱ温めたら美味しいかも。次は甘さで、甘さで緩和してみましょう。緩和しましょう。綺麗に焼けます。はいはい、あ、見たことあるわ、これ。よし、はい、開きました。じゃじゃん、じゃじゃん。うわ、これはもう大容量やね。20本入ってます。結構入ってた。はい、こんな感じです。シンプルイズベスト。うん、小包装になってる、うん、黒糖ドーナツ壺って書いてます。これも美味しいよ、絶対。美味しい。うん、うん、美味しいね。うまい。外がこうサクッとね、うん、うん、若干そこさ、なんかシミってこう、うん、若干あのサーターアンダギー、私もそれ言おうと思った。なんか沖縄を引っ張ってるかもあるでしょ、うん、サーターアンダギーを、うん、棒にさ縦にして黒糖の中につけましたみたいな。何個もいけるわこれは。うん、気をつけた方がいい。1日じゃなく、子供絶対好きだね。うん、1日じゃなくなります。気をつけてください。全部あるでしょ、熊本のやつなんやっていう。うん、いや他の人は知らんけど俺はそう思った。最後、続いていきます。こちら、こちら開けてみないとみんな分からへんから。そうだね、開けてみましょう。大体ね、全部横にね、側面にね書いてる、賞味期限が。あ、はいはい、まあもちろんね、賞味期限のないお菓子なんてないですからね。いや、そういうんじゃないのよ、意外と短いのがね、私のお菓子が多かったので。はいはい、なるほど。あー、なんかおしゃれな上等のお菓子ですね。入れ物にもなっぽい。じゃん、はい、こんな感じですね。4つずつですね。あ、ここのお菓子のしおりみたいな。ここのお菓子買っとけばまあ間違いないみたいな。うん、間違いないと思う。神代子と武者代子。じゃあまず神代子から。神代子からいりますか？まだいりません。まだいらないです。神代子は食べ方がね、後ろに書いてあります。はい、こんな感じで神代子は食べ方が後ろに書いてあります。この付属のナイフがあるので、そのナイフで食べます。専用のナイフがあります。紙ナイフっていうのですね。袋ごと、袋ごと十字に切る。十字に切ってください。余分割ですね。ここを剥がします。ここ大事なチェックポイントですね。こうピラッとめくってください。そしてこれを食べます。あ、いいです。あ、これ、ね、中にね、牛皮がこうやって、牛皮が中に入ってて、で外側が小豆ですね。はい、じゃあどうぞ。うん、上品なくどくない甘さですね。でもね、お茶菓子だからくどくしくて、ここ牛皮が美味しい。うん、本当にちょうどいい。すべてにおいてちょうどいい。おいしい。美味しい。懐かしい。うん。うん。懐かしいわけないよ。実家を思い出します。神代子は出ない。神代子は出ない。うん、
や、うちが実家思い出した。ああ、なるほどね。美味しい。これ難しいんちゃうんですか。あ、しっかりペラってもめくれんねや、綺麗に。あ、そうそうそう。あ、すごい。なんかベタベタくっつくとか。なんかね、だいたい全部こうやって外すみたいなんですよ。だから何か出さなくてもこうなって。うん、確かに、うん、美味しい。続いて。続いて、武者返しですね。武者返し。武者返しいきます。これはね、嫌いな人いないよ、絶対。嫌いな人いないです。食べてみましょう。食べてみましょう。これちょっとね、ポロポロしちゃうんだよ。ああ、なるほど。パイ生地で。パイ生地です。この中はあんこ。あんこですね。美味しいよ、パイ生地で。美味しいでしょ。サクサクで。なんでさ、他のやつはさ、1個ずつ食べてんの。これだけ1個、2人で食べてんだろうね。これ好きすぎて、これ単品で1個ずつ買えるよ、お店で。普通で買うぐらい好き。美味しい。美味しいです。中が、あんこ。あんこだけど、なんか、なんていうかな。優しいね。ちょっと、バターとか入ってるんじゃない。口の横についてるんだよ。まさきみたいな人は、ふむきだと思しちゃうから。まあ、一口で食うかな。あとはラメンくらい。あとラメン。ラーメン。はい、続いてこちら黒定ラーメンを食べていきたいと思います。まずは中身からチェックしていきます。はい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 。入ってたのは麺と海苔とスープと焦がしニンニク油ですね。これを今から調理していきたいと思います。思います。お湯はまずこちら沸騰させて、麺を茹でるお湯と、こちらはスープを、作るお湯と分けてます。まあ一緒でもいいんじゃないかなと思います。スープはあらかじめ入れときます。あ、結構豚骨ですね。これを入れてこその熊本ラーメン。で、今回は、油はまず、ありとなしで食べ比べしてみるんで、片方は入れて片方は入れないでやっていきたいと思います。結構この焦がしニンニクの油は風味が強いみたいなので、初めて食べる方は調節しながら入れていただければいいんじゃないかなと思います。では沸騰してきたんで麺を入れていきたいと思います。豆乳、豆乳、お湯を入れておきます。やっぱり油入れてる方はすごいですね。濃い濃いし、麺の方もあと20秒でできますね。はい、足りました。茹で上がってますかね。確認してないけど茹で上がってるよ、ね、油を入れたらどんだけ味が変わるのかっていうのをちょっと確認してみたいところですね。で、まあ黒定ラーメンは本来は、まあ、生卵をトッピングするのが通な食べ方なんですけど、今回はあるものだけで作りましたんで、本家を味わいたい方は生卵をね2個入れていただいてもいいかなと思います。完成しました。完成しました。こっちが油入りで、左側が、油なしですね。はい、出来上がったんで、まずノーマルから食べていきます。めっちゃ真顔や。確かにちょっとなんか感じるけど弱っていう。あ、物足りない。めちゃめちゃ物足りないかな。ラーメン評論家から、あ、スープからね、なんかこうインパクトは弱いなっていう感じですね。やっぱりないと、うん、インパクトがね。これは熊本ラーメンじゃん。いやー、続いてこちら焦がしニンニクの油入れたやつを食べていきたいと思います。スープ、スープ、スープから。あー、こっち、これやわ。全然ちょうどいいけどね、全部入れても絶対にあったほうがいい。いや、そりゃそうやね。ある程度考えられてるもんね、多分。確かに全部入れたらもしかしたらね、うん、濃い人は濃いかもしれないけど、あったほうがいい。あったら、うん、はい、熊本ラーメンって感じ、うん、またこの黒定ラーメンに行ってる動画も上がってるんで、よかったら本店の方に、ね、行ってるんで見ていただければと思います。以上、以上。本日紹介した商品すべて購入しても6000円前後となります。熊本にはまだまだ魅力的な商品がたくさんあります。他にも気になった他にも他にも気になった商品はぜひ買っていってね。なんで棒読みなの。またねー。またねーやろ。またねー。またねー。またねー。違う。またねーっていうやつ。意外とシオンが喋ってる方がうまい。うまい。天才。うまい。天才。やればできる。じゃあやれよ。うん。やると思った。
俺思ったのさ、店食べに行ってさ、うん、各店舗の麺買うやん。目隠して食べてどれが美味しいか、店舗に行った順番とこれで買った時の順番が一緒になるんかっていう、分かるでしょ、どれが何ラーメンか分かるかっていう、やってもらいたいと思います。カミングスーン。え、どれがどのラーメンか面白いね。うん、それはやりたい。うん、それは師匠の名誉にかかること。うん、これ当てたら大したもんよ。特徴を言って、これがこうだからこのラーメンですって言って当てて、うん、順位決めて。面白くない？え、でも熊本ラーメンって、うん、結構分かりやすいと思うよ、店ごとに。ハードル上げるね。え、だってさ、特定もさ、経過全然違うでしょ。うん、それは分かった上やん。何を食べたか、何を食べるって分かった上では感じるやん、舌を。果たして目隠しされて食べたら分かるんかっていう。分からんかな。そんなんやったことないから分からん。企画って大事やもんね。 YouTube とかのさ、うん、AS なんだっけ、 ASMR やってる人たちすごいよね。うん、食べ方も見られるやん。知ってる？食べ方この人綺麗とかあるんよ。箸の持ち方綺麗とか、うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。熱っ。